仕上げをやっていこうと思っております。お酒コーナーつくこうステンドグラス風柄を入れたいなと。大きなお皿とか古いやつも全部飾り付けに。お皿です。完成です。テーブルと椅子を作る予定でいます。テーブルでもカウンター立ってできるというようなカウンターのような。これをちょっと利用した形で椅子を作っていきたいと。組み立てていきます。ここにちょっとシンクを設けて、調理台が5年ぐらいまでかな、飲み食いできるようなあれは作り上げちゃおうかなと。シンクと調理台完成です。それであとちょっとお客さんの方がちょっとお酒が好きなんで、こちらの方に棚を設けたいと思います。まあワインとか、まあ、日本酒とかそういう形のやつを一応この周辺につけたいと思ってます。でライトつけて最終的にはこれはもう配線してあります。でコンセントも電気工事やってもらいました。だからここにもうスポットの電球をつければどんな向きでもできるんで、この字型で一応取り付けてあります。仕上げをやっていこうと思っております。まあこれは既製品なんですけど、ワインのやつです。これは。こっちはワインで、ウイスキーと一升瓶系がここに入ります。全部お酒コーナーつくこう。これワイングラスのグラスカップ。でデザイン的にここを垂らすのとここを垂らすの。そう。いや、そんなコップがあるのかどうかわからないんだけど、飾り的にも。これから壁際に装飾していきます。照明も一応この字型でレール式のやつでまあ今数多くつけてありますけど、まあヘッドが動くんでいろいろ向きを変えて、これから装飾したとこを当てるとかやっていきますから、はい、でこのはしごも倉庫から蔵から出てきたやつなんですけど、非常に強度的にもしっかりしてるんで、まあ、これもちょっとディスプレイの中に使っていこうかなと思っております。ちょっと明るい時で、ここに一応ステンドガラスもどきのやつをはめ込もうかなと思ってます。ガラスじゃちょっと大変なんでプラスチックで、それにちょっと絵を描く、まあ見た目はステンドガラス風というようなイメージでちょっと柄を入れたいなと思っております。ちょっと絵によって少し空気穴こうカットするかわかんないんですけど、一番天井のあそこにファンがつくんで、それもつければ空気の流れとしては結構動くと思いますから。ここにあったやつをディスプレイで、大きなお皿とかああいうのをこう全体的にディスプレイ、蔵の結構出したやつで古いやつのそういうのも全部飾り付けに。これはお皿ですか。おちょこで。大皿があるんで、一応額に入れて一番表面に入った時に3つ半枚置きます。そうですね、開けた瞬間にね、これも蓄音機、これが前から外に飛び出してあったんですけど、もうまるっきり壊れて、まあ蓄音機の形だけは残って、これもだけどちょっとディスプレイ的には非常に面白いから使っていこうかなと思っております。であとこれも壺もありますし、まあこういうのもデザイン的に差し込んでいこうかなとは思ってます。そうすれば大体が終わりになりますね。これ作るんですね。これも蔵から出てきたランプですけど。で、これで完成です。このテーブルがやっぱしこれがメインなんですけど、まあほとんどあと蔵にやりましたやつをほとんど使って、ディスプレイ的なやつも全部蔵のやつを使いました。そうですね、もうこれはやっぱし相当お飲みになる方だと聞いておりますからまあ非常にこのぐらいあってもいいんじゃないですか。もともとの蔵はね、やっぱり物入れっつう感じで空間になってましたけど、今回はここで実用性のある人の集まり込み、コミュニケーションを図られる、まあ、こういう空間ができました。いやー、やっぱりこのステンドガラス風な感じのこのコーナー、まあ蓄音機にしてもこれにしても、外に放置してあったものを、明治大正そのぐらいの時代だと思いますけどね、まあ、動かないんですけどディスプレイ的には非常に面白いんじゃないかなと思って、一応遠目で見るような感じで、まあ、造園の技術で造園の感覚でこの庭の延長っつう感じのイメージで作ってきましたから、粗さもあるんですけど、まあそれも味のうちかなと思って、雰囲気は非常に良くなったかなと思いますね。昔の梁とかああいうのが残って非常にいい空間になったとは思います。同化しやすかったですね。だから既存にあったものでこう利用して作っていったわけですから、なじむっつうか、まあ一番苦労したっつうとなると、この椅子をどうしてこれを、まあこれも全部ここに蔵から出てきた廃材で、だから一つずつこういう蔵に出てきた鉄の部分をこういうところで使ったり、まあおさえにこう使ったりですね、結構いろいろ使うことができたんでうまくできたと思います。はい、最初ドア自体ももう開かなかったし、そういう状態で最初はどうしようかなと思いながらでもこじ開けたぐらいですから、今考えるとね結構時間かかる。ここに何が欲しいとか細かいところが出てくると思いますけども、まあそれはそのなりに対処していけばいいのかなと思ってます。植物系、まあこうちょっと後でなんか入ればねまたいいのかなと。開けた時に庭の延長でフェイクで演出はできると思うんで、やっぱしあって立ててとかちょっとあるといいなと思います。はい、これでですねやっと蔵のリフォームが終わりました。長い間見ていただきまして本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。